当期ブラジル統合主義運動は、1932年に始まったブラジルにおける統合主義を掲げた、全体主義、権威主義、ファシズムなどの傾向を持つ運動、政党である。インテグラリズモブラジレロ、ブラジリアンインテグラリズム、ブラジルインテグラルと、インテグラリスタ等とも言う。創設者のプリニオ・サルガードブラジル統合主義運動は、1930年にイタリアに渡り、 影響を受けた作家のプリニオサルガードがサンパウロで結成し、反共主義、国家主義を掲げ、緑色のシャツを制服としていた。党員の大部分は30歳以下で、約10から20万人で、支部長にはカトリックの聖職者が任命された。資本主義、社会主義の両方を攻撃したが、財界など保守勢力から支持されていた。 1934年に、第一次、ゼトゥリオ・ドルネルス・バルガス政権が誕生すると、左翼勢力が急合した国家解放同盟と政界で肩を並べることになったが、翌年に同盟が解散させられると勢力を拡大した。1937年に新憲法が制定され、ここにエスタード・ノボが成立すると、この政権が権威主義的傾向を示したため、 インテグラリスタ等もこれを支持したが、あまりに力をつけていたことを恐れたバルガスによって解散させられた。ローマ式敬礼をする党員たちインテグラリスタ等は、ローマ式敬礼を採用し、マルクス主義や自由主義を弾圧し、カトリック教会の教えを擁護したが、プロテスタントの党員もいた。その内容は、イタリアファシズムやナチズムよりも、オーストルファシズムやフランコ主義に近い。 反ユダヤ主義を強め、サルガードの部下だったグスタボ・バローゾは、シオン賢者の議定書をポルトガル語に訳して出版したが、ブラジル自体にユダヤ人が少なかったこともありそれほど力はいていない。ブラジル統合主義運動はその名の通り、全ブラジル国民を一つに統合しようとする政治運動なので、人種主義の傾向を持たず、アフリカ系ブラジル人も参加していた。ちなみに、 第二次世界大戦のイタリア戦線の際にはブラジルは連合国側で参加した。ありがとうございます。